はい、それでは両院議員総会を開会いたします。最初に山口代表より挨拶があります。はい、皆さんこんにちは。いよいよ207回臨時国会がスタートとなります。岸田政権が発足をし、また衆院選を終えて初めての本格的な論戦が行われる国会となります。新人議員の皆さんも大いにこの論戦に参加をし、また注目もし勉強もしていただきたいと思います。この短い会期が予想されますが、ここでの最大の目標は令和3年度補正予算の早期成立を図ることであります。これは先に決めた政府与党で決めた経済対策、コロナ克服、新時代開拓のための経済対策、財政規模で 55.7 兆円に上る内容を具体化していく、その財源の裏付けを作る、そういう補正予算であります。特にこの経済対策で力を入れているのはコロナの感染対策、防止策、拡大防止策であります。この感染に伴うさまざまな事業者や生活者の支援等も含めますと、22兆円を超える規模、全体の4割を占める内容になっております。この経済対策は補正予算だけではなくて、前年の予算の繰り越し分、あるいは来年の当初予算等を含めてこれを実施していくこととなります。この補正予算の審議に並行して来年度の税制、あるいは当初予算の詰めの議論も与党としての責任の下で行っていかなければなりません。この結びつきは16ヶ月予算という一体的な認識の下で編成をされていきますので、その趣旨が国民の皆様にしっかりと伝わるように、そしてまた具体策が届くように、我々はネットワークを駆使してこの早期成立と早期執行を目指していかなければなりません。冒頭申し上げました、このコロナ対策をしっかり進める、そういう姿勢を堅持しているわけでありますが、その中でオミクロン株が検出をされるに至りました。今のところ水際対策の下でこの検疫の中で2つの例が検出をされているわけでありますが、世界を見ればどんどん検出例が広がってきているという状況であります。厳重にここは警戒をしながら対策を前へ前へと進めていかなければならないと思います。昨年の今頃もデルタ株がどんどんと入ってきておりました。当時と今と違う前提は、まずワクチンの接種が当時はありませんでしたけれども、今は2回目の接種が国民にかなり行き渡っていると。接種の対象者を分母とすればもう8割を超える接種率に至っているということであります。その上で3回目の接種がすでにスタートしておりまして、このことは決してオミクロン株に対して無効になってしまうものではないと思います。また治療薬の面でも承認されて使われているものが増えてきております。レムデシブルに加えて抗体薬も複数使われるようになってきておりますし、また期待される飲み薬、ここも早ければ年内に承認をされて、これが現場で使えるようになる、つまり軽症段階でも使える薬が増えているということであります。ここに検査の体制をしっかり拡充をして、早期に陽性者を検出し、早期にまた治療に結びつけ、そしてまた入院の必要な方にはこの入院の施設、医療従事者の確保相まって十分に医療体制を提供、医療を提供できると、こういう備えを行っていくことが重要であり、こうした昨年とは一歩進んだ前提を生かして
このオミクロン株の拡大を防いでいかなければならないと思います。その上で新時代を見据えたさまざまな施策、我々は日本再生挑戦ということでいくつもの施策を掲げてまいりました。これらの中で子どもたちに対する給付や、あるいはマイナンバーカードの普及、合わせて消費を喚起する、これがデジタル社会向けての基盤形成になる、これまで行われてきたさまざまな給付措置が確実にスピードアップと、また確実性と簡便さを増していくと、こういう時代を切り開いていかなければなりません。そうした取り組みに合わせて、国会の論戦は参議院選挙を意識しながらの論戦になるだろうと思いますので、野党の皆さんの挑戦もしっかり受けて立っていかなければなりません。その上で国民に安心感と展望を示して、来年の参議院選挙にしっかり臨んでまいりたいと思います。議員立法も含めて法案の審議も予想されますけれども、特にこの議員の歳費をめぐっていろんな論点が存在します。また文書交通費をめぐってもいろんな議論がありました。そんな中で最終的にどこまで合意を作れるか、これは積極的に望んでいかなければなりません。分けてもですね、議員の歳費の2割カット、ここは期限が切れて今実施をされていない空白が生じておりますけれども、ほぼこの2割カットを続けるべしという合意のもとに、来年1月から来年の7月まで2割カットをやろうという合意がほぼできております。ぜひとも今国会で法律として成立を図り、実行してまいりたいと、国民の皆様にこのコロナで耐え忍ぶ、そうした苦難に寄り添う姿勢を示していくべきだと考えます。そうした前提に立つとですね、これから短い国会の中で皆さんにお諮りする機会が限られておりますので、ちょっと今日この場でですね、皆さんにお諮りをしたいと思います。衆参通じて国会議員の歳費2割削減、これを来年1月から7月まで実施すること、これに賛成の皆さん、挙手を願います。はい、総員と認めます。その上でこれからの法律を作るまでのさまざまな交渉や手続きがあると思いますが、これはまあ議運国対を含めた執行部にご一任をいただきたいと思いますが、ご異議ありませんか。はい、受け止まりました。それではしっかりとこれを仕上げてまいりたいと思います。短い国会でありますが、全力を集中して国民の期待に応え、そしてまた政権の新たな前進を図っていきたいと思います。頑張りましょう。以上です。石井幹事長から挨拶があります。今代表からお話がありましたとおり、この臨時国会は岸田政権発足後初の本格的な論戦となる国会であります。新型コロナウイルス感染症対策をはじめとしまして、経済対策、補正予算に盛り込まれました公明党の主張や政策をですね、しっかりとアピールをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。私からも文書通信交通滞在費について申し上げたいと思いますが、これはすでに公明党としましては2010年の段階で歳費、当時は歳費の日割りが課題になっていたわけでありますけれども、歳費に加えて文通費も日割りにすべきだと、こういう法案を提出をしておりました。当時は残念ながら他の会派の賛同を得られず、歳費のみの日割りということで決着をしたわけでありますが、今回10月31日、1日でですね、10月分全額の文通費が支給されるのはおかしい、こういう国民の違和感に応えまして、我が党としましては、
新人元職の方については10月分全額100万円を党に拠出をしていただく。また現職の皆さんについても、10月の14日に解散になりましたから、10月の残りの17日間、31分の17日割を計算しまして、55万円は党に拠出をしていただいて、党から国民の皆さんの理解の得られるところに寄付していくと、こういう措置をさせていただいております。この臨時国会で、まずは日割法案、文通費の日割法案を成立をさせたいところでありますが、野党の皆さんは、日割に加えて、文通費の収支報告書の提出等々も合わせてやらなければ、日割だけの賛成はできないと、こういう対応のようであります。公明党としましても、この文通費の透明化というのは重要な課題だと思っておりますけれども、ただ議論すべきこともまだ残っています。例えば使途についてですね、政党支部に寄付をしたということでもって、もう使途を明らかにしたということで良いのかどうかですね、適切なのかどうか等々、その使途の公開の在り方等についてもですね、これはしっかり議論すべきところでありまして、そこをですね、きちんと議論しないでやるのは、これは拙速になると、こういうふうに考えております。したがって公明党としましては、与野党で大筋合意ができている日割法案、文通費の日割法案をまず成立をさせ、引き続き文通費の透明化については、与野党で議論をしていくべきだと、こういう対応でございますので、ご理解をいただきたいと思います。なお、臨時国会で文通費の日割法案が成立できなかったといってですね、直ちに何か問題が生じるということではありません。衆議院で言えば次の解散の時に初めてこれがまた新たな問題になってくるということでありますから、直ちに何か支障が生じるということではありませんけれども、やはり国民の皆さんの期待に応えてですね、まず第一歩前進をしていくということが重要ではないかというふうに考えているところであります。また歳費の2割削減、今代表から皆さんにお分かりをさせていただきましたところでありますが、この臨時国会で与野党の合意を得てですね、確実に成立を期していきたいと思います。またかねてより私どもが主張しております、当選無効等となった場合のですね、歳費等の返納法案、これにつきましても野党の皆さんに今後ご説明をし、またご意見等もいただきながら、この国会で法案提出ができるようにしっかりと取り組んでいきたいと思います。短い国会でありますが、山口代表を中心にしっかり結束して取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。西澤参議院会長から挨拶があります。皆様こんにちは。参議院は先ほど本会議が開かれまして、この第207回臨時国会に向けて、総務委員長に平木議員、そして法務委員長には矢倉議員、さらにはその後開かれました災害特におきましては佐々木委員長がご選をされまして、この体制で取り組んでいきたいと思っております。この本格論戦のこの国会から山本博司国対委員長、そして河野義弘議員の議運委員の議運理事の下でしっかり結束して臨んでまいりたいと思っております。この臨時会、そして来年の通常国会と、まさに参議院選挙が明年行われる直前に閉じられます通常国会に向けて、この補正、そして来年の当初と、この臨時会、来年の通常国会とセットで議論されていくものと思われます。そういう意味ではこの臨時会におきまして、補正のきちんとした成立と早期の執行、さらには並行して税制、また来年度当初予算と、大変に過密になってまいりますけれども、一番大事な時期を迎えているというふうに思います。参議院といたしましては、さまざまに明年に向けて衆議院の皆様に大変にお世話になりますし、よく連携をして、
しっかり公明党としての存在感を発揮できるように頑張ってまいりますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。以上でございます。竹内政調会長から挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。政務調査会といたしましてもですね、先の衆議院選挙でですね、本当に国民の皆様にお約束したこのマニフェスト、これがですね、その内容、政策、施策がですね、今回の新経済対策補正予算にも多数盛り込まれているわけでございます。その意味でもですね、論戦を通じましてその内容趣旨をですね、明らかにするとともにですね、早期成立を図ってまいりたいと思います。そして、国民の皆様にしっかりと説明してまいりたいと思っております。合わせてですね、令和4年度の予算編成大綱、また税制大綱の審議もございますので、これらもしっかりと積み上げてですね、成立をさせていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。以上です。佐藤国対委員長から挨拶があります。皆さんおはようございます。本日から21日までの16日間にわたる第207回臨時国会が今日スタートいたします。冒頭から代表幹事長からありましたように、岸田政権が発足してから初めての代表質問、また一問一答の予算委員会を含む本格的な論戦となります。我々公明党といたしましても、緊張感を持って、そして衆参のこの連携をミスにいたしまして、しっかりとした国会運営に努めてまいる所存でございますので、ご協力のほどよろしくお願いを申し上げる次第でございます。で、今日のまず日程でございますけれども、10時からまず参議院の本会議で第一ラウンド行われました。そしてこの後12時から衆議院の本会議が行われまして、議席の指定、また常任委員長の選挙が行われます。西田参議院会長から参議院のご紹介がありましたので、衆議院の方をご紹介いたしますと、総務委員長に赤羽一嘉さん、そして経済産業委員長に古谷典子さんが選出される予定でございますので、よろしくお願いいたします。その後1時から開会式が参議院の議場で行われます。これはもう代表メンバーで出席をさせていただきます。その後2時から衆議院の本会議第2ラウンドでございまして、ここで所信表明演説、財政演説が行われます。そして3時から参議院の方で同じように所信表明演説、財政演説が行われる予定となっておるところでございます。この所信を受けまして、1日明けまして、8日の水曜日から、まず8日9日と、衆議院で各党の代表質問が行われます。公明党は9日のですね、2番目ですから、9日の午後3時ごろ前後だと思いますけれども、我が党を代表いたしまして、石井幹事長が質問に立つ予定となっております。そして参議院の方は9日、10日と代表質問が行われまして、10日の朝一番で山口代表が質問のバッターに立つ予定となっております。よろしくお願いをいたします。その上で来週以降、衆参で予算委員会が行われる、そういう予定となっておりますので、よろしくお願いをいたします。で、今回のこの国会に提出される予算法案というのは、まず何よりも大事なのは本年度の補正予算案、そして補正予算に関連した一つは地方交付税法の一部を改正する法律案、さらにもう一つは 5G および NED 法の一部を改正する法律案が政府の方から出される予定となっております。その上で、議員立法として、先ほど山口代表からお諮りをさせていただきました、提出される予定なのが、2割カット継続の歳費法の改正案、さらには差し押さえの禁止法案、そして先ほど幹事長からありました、当選無効になった議員への歳費法返納法案についてもですね、提出できるように努力をしてまいりたいと思っております。いずれにいたしましても、政府が決定した新たな経済対策を盛り込んだ、
今年度補正予算案及び関連法案の審議を尽くした上での早期成立をしっかりと山口代表を中心に一致団結して図ってまいりたいと思いますので、16日間大変お世話になりますが、よろしくお願いを申し上げます。それでは両院議員総会を終了いたします。